兵庫県の井戸知事は昨日の会見で、休業要請に応じないパチンコ店について、店名を公表することも検討すると述べました。緊急事態宣言から2週間となった昨日、井戸知事は会見で、県内で2割弱のパチンコ店が休業要請に応じず、営業を続けていると指摘しました。列ができて、開業を待たれているというようなことまで、報道されたり、あるいはいわゆる電話でですね、県民の皆さんから注意がかかってきたりしています。こちらは神戸市内で営業を続けているパチンコ店の様子です。午前10時の開店前にはおよそ10人ほどの姿が列を作る姿が10人ほどの客が列を作る姿が見受けられました。知事はこうした状況を受け、今後も要請に応じない店舗について店名の公表を検討する考えを示しました。このほか県民に対しては大型連休についても引き続き不要不急の外出自粛を強く求めています。